はい、えー、それではね、本日は2021年向けの弁理士試験合格目標、えー、入門講座あガイダンスの第一弾でございます、えー。今日のテーマはですね、仕事も年収も勉強方法もということで一挙公開。歴戦に行し宮口聡氏がお送りいたします。皆さんどうもこんにちは。はい、えー、皆さんね、あのー、今日は本当にいい天気の中。 あいろいろ選択肢のある中でこの宮口クラスガイダンスに来ていただきましてまずはありがとうございます、はい、でまず皆さんねこの弁理士というものが何か分かってる人と分かってない人がいると思います、ね、正直に手を挙げてくだたい正直よく分からないんだという人はいはい <laughs> 分かりましたいいですよそのためのガイダンスですからねはいじゃあねあのー、どういうお話からしましょうかね うん、じゃあまずね、まあ、私はどういう経緯でね弁理士になったのかっていう話からまずお話をしまして、まあ、いろんな出会いがあったということでその出会いに基づいて、まあ、今のまた自分が、ね、いてさらにこの世界でこう活躍というか貢献していきたいなという気持ちになってるぞっていう話をしましょうかねまずはあの、えー、そうですね、えー、どれを見ればいいかなうんちょっと待ってくださいね。 あの宮口クラスのまあ紹介ですかね、このカラフルなやつがいいですかね、皆さん持ってるんでね、このカラフルなやつあるじゃないですか、5人に4人が、あこれね、これね、あれです、掃除機言っていいですか、レックね、何やってんだと、何控えめに言ってんだと、19人に18人がレックですよ、え何控えめに言ってんだと、あ俺は声を大にしていたいね、つまり、今年の一発合格者19人のうち18人はレックなんです。 えそのうち6人が私のクラスから出ています。ということはまあ6人で業界1位なので,ああそうです、ね、レックで1位ということは業界1位ということになるんですけどね。はい、で、まああの、それのです、ね、34ページに、まあ、私の、ね、紹介がございましてです、ね、あの右下にありますけどあの慶応大学理工学部を出まして大手防犯機器メーカーに就職しましてです、ね、それで開発部門とか知財部門を得て まあ今、事務所経営に至っているというところなんですよ。まあそ、のその程度でまあいいんですけど、それでですねあ、あとね、皆さんね、もしかしたら質問があるかもしれないここに一発合格バイブルという本があってね、これもうすでに問い合わせが来てるんですが、ごめんなさい、今、絶版中でございます、売り切れです。それであの出版社社中央経済社の方からですね先生早くあの 書いてくださいとちょ,ちょっとね、絶版になっちゃったんで、マイナーチェンジというか、フルモデルチェンジとかしたいんでね、あのお願いします、6月が締め切りだったんですよ、現行の。まだ終わってません、<laughs> すいません、<laughs> 急いでおります、まあ、とりあえずあの今年中には書こうと思っているんですけどね、<laughs> すいません、えまあ、あのその代わり口頭でいろいろノウハウがしゃべっていきます。で,です、ね、私はあの、まあ、大学出てですねあの、防犯機器メーカーに就職したんですよ。 多分ね、皆さんの家の鍵見てください、多分半分ぐらいの方がそのメーカーの鍵を使ってるんじゃないかと推測されます。えつまり鍵、鍵の、まあ、シェア1位の,あのメーカーに就職したんですね。で、それはどういう変があってそこに就職したかというと、別に鍵に興味があったわけじゃないですよ、全然。たまたまですね、私は大学時代にあの、えー、と寮ですか寮、寮というか下宿ね、下宿宿宿宿に、まあ、住んでたんですけどね。 なんかあの、まあ、下宿はどうですから対象とないんですよ、学生の、まあ、おんぼろというかね、えー、お風呂もなんか共同だったしね、ところがね、なんか社長のあ社としちゃいけない、まあ、なんか大家さんのなん家、立派だったんですよ、お城のようにね、で何やってる人なのかなって、不思議に思ってたんですね、でそれはそれでまあ,、まあ、あの興味はなかったんですけど。 まあ車もなんか4台ぐらい、ね、高級な車 <laughs> 止まっててねああ何か何をする人かなと思ってたんですねでいつかある時大学3年か4年の時ですねあのダイレクトメール来るじゃないですか皆様の経験あるでしょなんか就職のご案内みたいなねいろんな会社からね大手も来ますそこでなんか見知らぬ会社でしかも社長の名前も変わってる名前の人がいたんですよちょっと個人情報保護の観点から言いませんが。 それであの,その社長の名前がです、ね、もう絶対同姓同名いないぞみたいな名前の人なんですよ。で、それが来ましてです、ね、代表取締役所長、誰それって言ってね、あれ、これ、大家さんと同じ名前じゃんと思ってね、もうびっくりして持って行ったんですよ、これ、大家さんと同じ名前じゃないですか、すごいですねって言ったら、それ、私だよって言ってえー、社長だったんですかってってね、それでそれがんで、えー、宮内くじゃあ、これも何かの縁だよ、うちの会社に来ないかねって言ってね。 それでで行ったんですもうそれでスーパーコネクションみたいなスーパー円コで <laughs>、ね、もうそれだけで就職 OK ですよあだから面接とかしてませんはい OK という感じでねもう超スペシャルスーパーあの超法規的措置であのまあ就職したんですよところがそこから以降はね別に特別扱いは何もされずにですね、えー、宮内県君,君はどうも理系の理系で。 なんかあの成績も優秀だねって言ってえ成績全然優秀じゃなかったんだけどこの人分かってないなと思いましたよねで君は非常に優秀だからちょっとあの三重県の,あの工場というか研究所に行ってもらおうということでねちょっと正直嫌だったんですよえちょっと東京でねあの学生生活ね華々しい生活を送った中ちょっと田舎に行くっていうのはね気が引けたんですけどまあとりあえず行ったんですよ。 ね、でそしたらやっぱり私の勘は的中し「なんじゃこりゃ!」みたいな環境になってしまったわけですね。ああもうあの夕方6時ぐらいになるとんかカエルが田んぼで田んぼにいるカエルが一斉に鳴き始めてですねなんかこうほのぼのとした、ね、コンビニに行くのも車で運転して20分ぐらいしてようやくたどり着くみたいなそういうところに行っちゃったんですよ。それで俺ね、まあ、いわゆるサツキ病というか五月病というかねなんかそういう雰囲気になっちゃったんですよ今考えれば。 うわとんでもないこと,ところに来ちゃったなみたいなれ、ね、そこでたまたま本屋さんに行ったんですよそしたらなんか資格の本という類の本がありましてねまあ皆さんも一度や二度は見たことあると思うんですけどたまたま手にした本がまずねまあ弁護士が載ってるわけですよそりゃそうですよねもうキングオブザ資格ですから、うん、で2番目になんか公認会計士載ってたこれもメジャーですよねでまあ3つ目見たんですよ「弁理士なんだこれは!」初めて見たぞと。 で,でもなんか3番目に載ってるともういっぱいある中で100個ぐらい載ってますけどおこれはなんかすごいのかなと思って興味津々で読んでみたんですよそしたらまあ,あの言うなれば理系と文系の両分野にまたがるあ、まあ、特許会の弁護士みたいな資格だみたいな、ね、風ふうに抽象的ではあるんですがなんとなくインスピレーション感じたんですよこれだみたいな、うん、それで私の勉強は始まるんですところがまあその時はね あの本屋さんでこのなんか適当に売ってる本をね買って勉強始めたんですよ別にその予備校に通うとかじゃないんですしかしちょっと話をはしょりますがそれが失敗の原因でしたね私はね要は何が言いたいかというとまあ何も考えずに気軽に本屋で買った本を勉強すると失敗するぞということですだからあのそこから導かれる結論しっかりした予備校しっかりした実績のあるクラス こここで勉強するこれが早道だとだから私もねまあ東京とかにいて情報がちゃんとあの入ってて、えー、あるどこの予備校がいい、ね、どこのクラスがいいっていうのが分かった上で勉強を始めてればね多分1回で勝ったんじゃないかと思うんですよ。ね、ところが私はその、まあ、適当に始めたんでねまあそれでまあ、あのー、ほぼ独学だったんですけどね。 えーまあ、勉強してるうちに、まあ、やっぱり弁理士というのはね知的財産の分野の専門家ですからあの特許の仕事をやりたいなとつまり、まあ、特許素案衣装取るさんね商標取るさん、まあ、実用資案るさんもありますけどもうそういうね実務的な仕事を早くやりたいなと当初はね研究やってましたけどどんな研究かというと私あの理工学部の応用科学科というところにいましたんでまあ,あの化けの分野ですけど会社に入ってからですねその錆びないための研究をやってたんですよ。 例えばあの海岸沿いにある建物マンションだとかホテルだとかの,、まあ、あの錠前製品ですね金属の部分、まあ、手すりとかも含めてそういうものが、まあ、錆びてしまうとそういうものをなるべくこう錆びないように、えー、するための研究をしてくれと防錆ですね防錆うび、ん、これの研究やってたんですよでもね正直正直言っていいですかつまんなくて <laughs> これはちょっとなとも思い出してたんですよ。で まあもちろんねあの上司からは特許工報という、ねえー、ものを見せていただき、ね、これを見てさらに上回るものを開発してくれって言われるわけですよ、ねまあ、塗料とかその塗装の面の、ね、素材そういったものを見てるうちにあの特許工報の上の方に「便利士誰それ」って書いてるわけですよそこでまた「あこういう仕事をするんだ便利士は」っていうのをね徐々にこう分かってくるようになりましてですねそれであ 例えばあの身近なねここにほら、あこれ、ちなみにちょっとね、お見せしましょう、これ、蛍光ペンセットですよ、皆さん、ちょっと通信の人も分かるようにね、これね、蛍光ペンです <laughs>、それは先生分かるよと、これ、なんで先生、そんな不必要にいっぱいあるんですかと、忘れた人に貸し出しておりますんで、ここにいつも授業中にどんと置いておりますんでね、忘れた人、どうぞあのお借りくださいと、ね、借りに来てくださいと。 ね、そして先生あの、えー、この間ね蛍光ペンあのお借りいたしまして大変助かりましたあの本の気持ちですとか言ってねあの持ってくるんですよよく生徒さんがほらこういうね、えー、そ,うそういう走行を知るうちに蛍光ペンが充実してまいりましてですね <laughs> 今ではねいろいろ超巨大な蛍光ペンとかね持ってきてくれてあと1本で2色使えるやつとかねだから皆さんももしあのいいですよ遠慮なく借りてくださいね。 そしてあの先生ありがとうございましたってね持ってきてくれればねこういう,ふうにあのいいじゃないですかねお互いにウィンウィンの関係ですよ <laughs> あここにもある、ねこれも昨日お客さんが持ってきてくれたねえなんかほら蓋に入ってるねいいですよね、これもなんか女性の方がね持ってきてくれてほらもう蛍光ペンのラインナップはね充実しまくっておるところです。ね であとこの間、俺が、ね、定規がねえとか言ってあの授業中に補在取ったら、ね、それこそ受講生が先生、定規がないとか保在してるんで持ってきましたと言って、ね、定規も今、充実してますんでもし忘れたら皆さん、借りに来てください。<laughs> そんな感じです、まあ、俺の特徴の一つやからね蛍光ペンを使うえあのうと佐野を、ね、50%の比率で事業展開していくというところが売りなんで。ほら これね、やっぱね、うのを使わないとね、もったいないですよ、ね、例えば車だってそうでしょ、FF の車と FR の車はね、皆さんあの、あの機械系の人なら分かるけど、FF よりも FR よりも 4WD でしょ、ね、だから、あの前輪後輪50対50で、4WD だったらね、雪道も走れるぜということになるわけです、ね、まあ、車の運転自体は FR の方が面白いですけどね、はい、そんな感じなんですよ。 はいそれで話を元に戻しますと、そうこうするうちにね、私、特許の仕事がしたくなりまして、会社の中での研究所から、知財部への移動願いを出したんですよ。ところがもう、全然通らずに、ようやく4年目にして、希望が取りました、東京本社の、名前は知財部じゃないですよね、技術情報課という名前でしたけど、実質特許部にあの配属が決まりましてですね、それで、ようやく私も、 レックの,ものを叩くことができたんです、ね、たまたまあの選んだ予備校ではあるんですけどね、まあ、その時に教わった先生がですねまあこれはあのいい面でねあの言うわけですから名前出してもいいでしょう谷口昇先生っていう先生だったんですよ。ねあのまあ、今大手の名の通った事務所におられますもう実務100%でやってますけどね、まあ、この先生がですね非常にあの物分かりのいい先生でですね であの私はねどういうタイプの受験生だったかというとまあ便利試験の一次試験は担当試験ねそれから二次試験があの論文試験三次試験が口実試験ねあの面接試験です、ええ、で私ねマークシート得意だったんですよええ だからあのマークシートはもう先生教わりたくないんですよねって言ったらお君はもういいよ、一人あの内職してていいから論文の勉強しておいてはい課題も出せよってねみんな他の生徒さんは担当の授業で担当の一生懸命ね先生の授業を聞いている中、俺はねもうあのペン一生懸命ね論文とわんね、書いてると一人だけまあそ,それも許してくれた先生なんですよ、非常にね良かったですね、それは。ね個別まあ人数もあんんまり多くなかったんですけど まあ、それだけに、きめの細かい指導を受けまして。で、結局、一回で、一年で受かったんですよ。で、私、ほら、独学の時代があるじゃない。よ、四年。だから、私はね、自分では一発合格だと思ってるんですよ。やっぱり、予備校をくれば良かったなと、一年。そしたら、ね、今までの4年を、このリセットしてね。いち早く、もっと、あの、知財の世界に。携ず、たわれたのになと思ったところです。だから、予備校の力って、すごいんですよ。うん。 だからやっぱり皆さんに私が声を台にして言いたいのは独、ね、学くて、ね、お金かからないよ、あのせいぜい本,本題ぐらいでも、いいですかタイムイズマネーですあの4年間、5年間の時間が浪費されてしまったわけですよ、これをお金に換算すると相当なものですよ、ね、だから、まあ、初期投資、まあ、今皆さん、ね、これからあの、まあ、大金をはたくわけですけどでも、早く申し込めばその分安いからね。ええ でまあ、いろんな割引もあるから相談してください、学割とかもあるしいろんな、ね、あのタイプの割引ありますから、ね、で今日申し込めば、ね、こういう割引もあるし、ね、いいことずくめです、はい、なので早くスタートを切ることが何よりも皆さんを一発合格に導く、まあ、秘訣なんですね、それで私、あのあの受かりました、見事にでその後です、ね、あの会社にです、ね、もう辞表を出そうと思ってたんですね。 うん、もうとっととあの会社を辞めてです、ねまあ、特許事務所に転職したいなと、ね、会社は発明をする側ですで特許事務所はそれを受けて明細書を書いて、まあ、こういう蛍光ペンの発明をしましたと言ってこれを文章化して図面に書いて特許庁に出すねそれが特許事務所の仕事そういう仕事をやりたいなと思ってもう辞表を書いてポケットに忍ばせてましたでとある時その社長がですね お宮口君、なんか、便利試験に受かったそうだね、おめでとう、いや、宮口君にね、うってつけの仕事があるよって言うわけですよ、おっ、でしょう、実はうちの会社は関西の某会社から訴えられてね、困っとるんだわって言って、え何の件で訴えられた実案件の侵害訴訟なんだよっどの弁護士も弱腰でね、これ99、99%負けるから、もう若い人がいいですよという言うんだよと、俺は決してそんなことないと思うんだよ、宮口君。 ちょったたかってくれとあとは頼んだぞって言われてね肩をポンと叩かくれはいて私も返事してしまった手前もう辞表は出せなくなりました、ね、はいそれでですねまあ私あのまあ,もうあの訴えられてしまったんで被告側ですよねええ、ね で第一回口頭弁論とかも始まっちゃったんであの弁,弁理士は弁護士とタッグを組まないといけないんで弁護士ともちろん、ね、一緒に大阪地裁に行ってたんですよ。ね、でそのタッグを組んだ弁護士はまたすごい、ねまあ、今となってはちょっと過去の人かもしれませんがペルーのアルベルト・フジモリ大統領ですねあの人のいや、まあ、弁護をする、まあ、その道のエキスパートですね。その各界の,あの もう政治家とかをね弁護するようなすごい弁護士なんですよ、その人とタッグを組ませていただいたんです。でも、宮口君、俺ね、あの特許の担あんまりよくわからないんだって、ね、ちょっと後は頼むわ、<laughs> って,言ってええー、みたいな、実務経験ゼロの俺にそう言うかみたいなねで、俺もちょっと身が引き締まる思いで、しょうがないの、じゃあもうゼロベースでやっていこうしてね、まあ、身を見真似てまね、あ、で、ほら、答弁書の書き方とか教わりながらね、弁護士から。うん で書いたりしてたんですけどどうもね裁判に行くじゃないですかそうすると分かるんですよ裁判官の様子を見てるとちょっとこっち部が悪いなみたいなねそういう雰囲気は伝わってくるんですこれやっぱ負けるなとやっぱりあの事前にあの99%負けるなというアドバイスはまんざらじゃねえなと感じ始めたんですよでそうこうするうちに何回か口頭弁の月1のペースでね進んでました。 でもなんとなくね、帰りの新幹線も会話のない雰囲気でね、その弁護士と、なんか気まずい雰囲気がまあ続く、このままだと本当に負けるなと思いましてね、私、あるとき、自分の検査、自己検査も兼ねてね、その知財部の各界で活躍する先生方の講演会にまあ参加させていただいてたんですよ。で、そんな中、そんな中ですね、皆さん、私、この方と出会,い出会うんです。乗ってます。このの方との出会いがありました はいえー、14ページ、15ページ、この,あのあれカラフルなやつの、この方と出会ったんですよ、えー、知ってますこの方、まああの、有名だと思います、もうこの業界でもトップクラスです、知名度は、ねはい、下町ロケットに登場する特許弁護士のモデルとなった先生なんですね。 でまあ、当時はね、全然知らないよ、こういう先生なんていうのはね、ただ、たまたま講演会が面白いなと思って、ね、しかも弁理士出身の弁護士だから、もうやっぱり専門家なんですよ、知財の。なので、やっぱりこういう人とタッグを組みたいなという気持ちが芽生えてきて、で私の直感的なインスピレーションでもしかしたら勝てるかもしれないと思ったんですよ、この先生とタッグを組めば勝てるかもしれないなと、なんとなく、それで私、あの会社に戻ってです、ね、ちょっと直訴してみたんです。 まあ今の先生もすごいですと、ね、でも私は今日講演会であの話を聞いた先生弁護士なんですけど特許の専門家ですとちょっと申し訳ありませんがチェンジしてもらえませんかと、ね、分かったあの君がそういうんだったら信じようじゃねえかねそれで寒山先生とタッグを組ませていただいたんです、ね、でそこからですねやはりちょっと徐々に徐々にではあるんですけど雲行きが変わってきたんですよ。 でで話をしょあのちょっと端しりますけどね、はいえー、訴訟が始まってから、訴訟が始まったのは、ね、平成11年でしたけどねあの、16年です、平成16年、今でも忘れない7月8日、なんと、勝訴判決です、我々えー、もう99%負けると思ってた裁判、勝ったんですよ、これは人に私のおかげじゃありません、鮫島先生のいろんなノウハウ、うん、だから多分ね、私思うに、 この三宮先生って、ね、あの普通の弁護士って多分こうだと思うんですよ。なるべく勝ちたい、ね、ですよね、これはわれわれもそうですけど勝ち戦は引き受けたいけど負け戦は引き受けたくないこれが人情だと思います、おそらく。ね、鮫島先生、逆なんですよ。むしろ負けそうな事案ほどなんか燃えてくるらしいんですよ。勝てる裁判というのは俺がやら,やらなくても勝てるじゃねえかという考え方。別にあの あのなんかねぼぼん凡人とは言いませんが普通の弁護士変も勝てるんじゃないのそれみたいなあの僕はねもうやっぱり負けそうな裁判ほどねやっぱりこの燃えてくるんだよというそういう先生なんですよで99%負けると言われてた下馬評を覆したんだよやっぱり小説のモデルになる人だよねだから大企業から訴えられた中小企業とかの弁護士でしかも実績を出してるんですよさすがなと俺も一緒にこうタッグを組んでね5年間 やりましたけどいい経験させてもらいましたねまあだからいい出会いその一って感じですね本当にうんうんそれでねまあいい出会いがまあ続くわけですよ私もねそれであのまあねさ五年かかった裁判勝ったもんですからあの今度は交際まあ皆さんね交渉審があるじゃねえかと思うでしょう交渉審で相手のね会社を訴えてこなかったんですよだからもう TKO 勝ちですね白タオルが投げ込まれたって感じです、ええ。 だからもう完全勝利ですわ、もうこれはもう鮫山先生相手だとかなわんなと思ったんじゃないですか、相手もね、相手も関西のね、結構重鎮をつけてきましたよ、弁護士の、それでも多分その重鎮がやっぱり分かったんじゃない、あの人相手だとやめといてほいいと、お金の無駄時間の無駄だよと、多分ね、会社を諭したんだと思います、ええ、それでもう完全勝利、で私もですね、めでたくあの実績を出したので、会社を辞めることはできたんですよ。 それであの、まあ、レック専任講師、まあ、私はあの受かってです、ね、1999年に受かって2000年から教壇に立っております、だからもう、ね、ちょうど20周年、ね、20周年記念パーティーでもやろうかなみたいな、ね、<laughs> 20周年です、はいであのまあ、そのょっは副業的な感じでやっとったんですが、まあ、あの会社辞めましたので自分で事務所も設立しましてね まあ気兼ねなくね、まあ、副業だとどうしても、ね、あの気兼ねがある感じじゃないですか、ね、今でこそだ,あのだいぶね副業 OK みたいな雰囲気になってきてますけど当時はまだまだねだからやめたおかげでもうんていうかよりより一層そのレック講師としてですね継投、まあ、していくわけですねでまあ皆さんあの私ですねそうですね二千何年か忘れましたけど あの13年連続でもこの入門クラス生クラスだけですけどねだけであの100名以上という実績を13年連続出させていただいておりますけどこれは非常にですねただ単に集まっているということではなくておそらくあの実績をですねまあ出しておりますんでそれがこうえ要するにですね口捨てというかねあのそういうことでいい形で広まってきたんじゃないかなと口コミとかでね。それで今日も皆さんね大勢の このガイダンスに来ていただいてとるというこういうことではないかと思います。はい。それで私はあの今度はね会社からあの事務所にこう仕事をね投げる側から受ける側になったんですよ。でそんな中で今度はねやっぱり難易度の高い仕事って来るんですよ。例えばどういう案件かというとねまあ、ロシア人が来たりとかね <laughs> ロシア人が例えばお客さんで来るとですねこれはもうお手上げですね。 あの弱小事務所だともちろん大手事務所だとロシア語喋れる人とかあのスペイン語得意な人とかいますんでいいんですけど弱小事務所だともうだめですねで私ねもう直感で分かったんですよこの人は英語圏の人じゃないなとこう言語のこの発音からね、まあ、とりあえずライティングと言ったんですよ俺もあの「かけかけと」とねそしたらね「K」の逆みたいな字を書き始めた「R」の逆みたいなこれはロシア語だなとこれはもうちょっとお手上げだわお手上げのジェスチャーをしましてですね それではまあ帰って行ってもらったんだけど、ね、あそれで、ね、ちょっと悔しい思いしたんですよ、俺あこれで顧客一つ逃したなみたいなねであと景気のいい国があるじゃないですかあのアラビアの方にドバイ、ドバイね。 あの宮内先生、ドバイに一つ出願してほしいんですけどってお客さんが来ましてです、ね、で私が思い出したのは郷ひろみが出てくる高須クリニックの CM で、ね、ヘリコプターでなんかそのドバイの上空を飛んでるあ,あれがドバイだよなと、ね、ここ辺にあの情景が思い浮かんででもどうやって出願するんだと <laughs>、ね、ドバイに出願しとっとねえぞ俺はと分からんぜと便利収買っても全然分からんぜという感じで、ね、そこでそうだとひらめいたのが。 ここの四階上に超巨大特許事務所があるわとね。はい次のページです。ねあ流川先生ね流川国際特許事務所っていうのがあるんですよ幸いなことにここの四階上にね。そしたらねあの親切に相談に乗ってくれてね。 へ宮城先生、すごいですね、ドバイにあの出願してくれたいなお客さんいるんですか、うちに欲しいですね <laughs> と言われて、ですねあのぜひお回していただけませんかと言ってねあ、いいです、いいです、俺もちょっとできないんでお願いしますつって言ってね。 あのお客さんもあのあいいですよそう,そういう素晴らしい事務所だったらあのご紹介ありがとうございます感謝されましてですね、まあ、俺もほらレックで教えてて忙しいからちょうどよかったんで竜華先生にとってもよかったお客さんにとってもよかった俺にとってもよかったということでね万事解決です。ね、で竜華先生は竜華先生でねちょっとうちではまかないきれないようなお客さんもいるから、ね、やっぱ大手事務所だとね継続的にこう仕事をくれる大口的なねそういうやっぱりお客さんがいいんで。 まあやっぱり一,一発しか仕事がないというか一件だけとかねそういうお客さんは、まあ、あのもし先生よければあのお回しいたしますけどみたいなね、まあ、それでも私、構わないんであいいですよとそれで、まあ、仲良くさせていただいていると、ね、相互補完の関係で、ね、良好な関係を築いております、はいえー、時々、ね、龍川先生こちらの方でも、ね、講演会もしていただいているんですよ。ね、素晴ららしいですよほら あの米国特許弁護士も取っておりましてです、ね、もう英語ペラペラだしすごいんですよ竜花先生のすごいところってねもう工学心旺盛であの今やっぱり中国がはね出願増えてるんですよでねもう朝6時ぐらいに来てねその英会話の先生を読んでね中国語会話やっててねそれでこれは自分への挑戦だと言ってあの台湾でね台湾ほらあ,のある程度中国語も通用しますやんだから台湾で自分で中国語でしゃべって講演会とかやってるんですよ 失業とももちろん中国できますそれも全部耐え抜いてねすごいですよねチャレンジ精神がねまああのもうなんていうかあえて家中の栗を拾いに行くマインドがね、うんまあ、私ねあの経営者として成功するには家中の栗を拾いに行ける勇気があるかないかだと思うんでねもうその辺の素養が備わってる先生だと思いますね,ねまあそんなところやねであとね私の縁のある先生こちらの方にね20ページ21ページに「 ちょっと丸坊主の方がいらっしゃいますけどねこの方は私の,あの教え子なんですけど今やあのフランスの第一人者になっておりますだから皆さんね便利士になって日本というフィールドで活躍してもいいんだけどアメリカヨーロッパ、ね、中国韓国、えー、いろんな国でね活躍できますでこの竹下先生はね今もうかあのフランスにね拠点を置いてもう今やフランスの第一人者になってるんですよだからフランスに出願するんだったらもう彼みたいなそういう存在になってます 平成19年に受かってね、それで、あのすごいですよ、彼ねあの、もう俺でも成し遂げてないことをなやってるというか、まあ、特許庁長官とです、ね、2回対談さしで、そういう経験もありますし、あの民主党が政権を取ってた頃に枝、に、今ほら民主、立憲民主党の代表である枝野さんっているでしょ、あの人が民主党政権の頃に経済産業大臣だったことがあるんですよ、その頃に枝野さんと対談さしでねあの、インタビュー、すごいですよね、もうそのぐらいの大物になってます。 もう私はね、将来の弁理士会会長候補だと思ってますよ。もう人格的にもすごい人なんですよ。彼ね、あの3・11の,あの大地震ありましたよね、東北地方の。あのときにもね、東京も揺れて、それでも真っ先に、一番ね、心配して、電話、あのメールしてくれたの彼です。真っ先にメール来ました、俺のところに。他誰も来ません。<laughs> ね、あの宮内先生、大丈夫ですか今、さっきなんか地震があったそうじゃないですかと。えー、大変だよって俺がメールしたらね。 そうですかそしたらもうすぐさまあの宮家先生、その弁理士の仲間を集って、なんか企画してくださいと、飲み会でも何でもいいんでと、私、緊急凱旋しますからっ,つって、ではとりあえずじゃあ集めるわっ,つって、俺があの180人集めたんですよ、弁理士だけ <laughs>、ね、私の人脈を駆使して、それでそれ伝えたらね、あ分かりました、180人ですねとか言って、帰ってきたらね、コントもうスーツケース、両手にいっぱい抱えてね、飲み会の会場に来たんですよ。 何、竹下さん,さんそんな荷物いっぱい持ってきたの、ホテルに寄ってくればいいじゃん、いやいや、180人分のプレゼントを用意したんですよつって、そんな人です、すごいでしょ、自腹切って、180人分のプレゼントですよ、どんだけかかってんだと、お金、人格者です、彼は、まあ。そういう人格者で、しかもすごい人がね、宮口クラスから出てるということ自体が私の誇りですね。うん、本当、うん、すごい、彼あ。だから彼がね、日本に帰ってきたら、講演会やるから。 ぜひ出てくださいもう人間味あふれるもう人情派ですね、ええ。ということでね、こういうあの昨日、ね、受講生がなんかあしたガイダンスがあるんだけどなんか似顔絵変えてくれないっってね、あの似顔絵のうまい人がいるんですよ。見てください。これね、これに似顔絵、ね。左はわかるでしょ右わかるこれ。ネズミ構造じゃねえからね。これはあのあの宮口クラスの副担任の安西先生ね。千人チューターだから。ねネズミのチューターじゃありませんからね。 むしろね、便利集権会のさだまさしって言われてる、ね、のがおりましてね、なかなか特徴をつかんでるよね、あの髪の毛の薄いところとかね、そんなもうちょっと濃く塗れよって感じですよね。はい、あと他の、の他の受講生も、ね、絵のうまい人がおるからどっちを採用するかと思ったんだけどね、これもなかなかね、面白いですね、これね。<laughs> 先生、なんかあの、ね、人形絵が好きですからねとか言ってね。<laughs> えー あのどうですかねどっちが似てますね、うんまあどっちも嫌なんだよね俺ねもうちょっともう塗ろうかちょっとねこの辺もうちょっと濃くした方がいいぞねこうやってほら、うん、そしたらほらあだいぶ良くなってきたじゃんうんほらあだいぶ良くなってきたわねこのぐらいでいいんじゃないでこっちもさちょっと塗ろうかおいい感じいい感じねなんかちょっとあれ なんか先生、なんかやってませんかっていう感じになってきたね、これね。やってないよ、俺ね。もう正直にやってるから。ねもういいじゃん、別に。正々堂々とゲるよって感じだよ。だから俺ね、あの,あの俳優のね、あれが好きです、ジェイソン・ステイサムね。もうあれ、かっこいいですよね。うん、あのブルース・ウィルスも好きですけどね。いいじゃないですか、ウィン・ディーゼルとかね。正々堂々としてて。ねはいまあ、おだいぶでもいい感じになってきたじゃん。ねえ。うん ということでね。ビフォーアフターのなんか cm に出れそうな感じですね。まあ、どうでもいいです。はい、という感じでね。ちょっと時間が刻々とね。あの過ぎておって。まあ私の持ち時間もね。あのなくなってきてるんですけど、まあそんなこんなでね。私あのいろんな出会いがあったってことは分かったでしょ。だから、皆さんも便利しになるとね。素晴らしい出会いが多分待ってます。その出会い出会い一つ一つがビジネスに繋がっていきますよ。そういうね。偉大な人との出会いがありますからね。いいですか？ ね、弁理士で総理大臣も出ましたからね、かつてね、知ってるでしょ、うん、弁理士で総理大臣も出ましたから、すごいんですよ、ね、かつての、まあ、民主党政権の頃ですけどね、はい、そ,その人ともまあ一応、知り合いですけどね、え別にあの政,権あのせその政党を支持してるかして支持してないとかはまあ別としてね、知り合いではありますからね、はい、じゃあちょっとね、皆さんで、ね、ちょっとそういう話から。あの まあ、ほとんどね、私の生い立ちを話したって感じなんですけど、ちょっと皆さんのね、聞きたいことをね、ちょっとこ淡々と答えていこうかなと思うんです、手短に。何かありますかいいですよ、うん。その方がいいと思うな。うんうん、あ時間。ああ、分かりました。ええ あの働きながらね、あの一発合格するにはどうすればいいですかっていう、えー、ど何時間ぐらいやればいいかと、目安ですね、目安いきますよ、一発合格者の平均合格時間トータルが1500なんですよ、私がデータ的に統計を取ったところ、そうするとです、ね、そこから逆算してみてください、1年というのは50週です、大体、1500を50で割ると30時間、はい、ということで、週30時間というあの目安が見えてきますねで、さらにそれをですね、ウィークデーと土日に分けますと、あの、 まあ、ウィークデーというのは月、火、水、木、金とありますから、まあ、5日です。で、土日合わせて、えーっとですね、15、15で割り振ってください。そうすると3、5、15でウィークデーの月曜から金曜まで、まあ、大体毎日3時間ぐらいやってほしいなと。で、土日で15。はい、そんな感じです。で、講座の時間は入れる、入れないはあの首都それぞれですが私は入れてもいいと思います。だから私の授業出れば1日2コ,2コマで6時間稼げますよ。ね そうでしょでさらに自分の,あの自主的な勉強も入れればね比較的無理ではない数字になっていますえそうすると3515で大体一発合格者の平均時間であるあのあ30に到達し、えー、かける50で1500に到達すると、ね、でもちろん1500やったりらですよね <laughs> 受かるとは限らないんですけども幸い、まあのことに皆さんねあの今日ほらあのなんだ合格体験記もありますでしょ、ねえー、どの合格体験記でもいいんですけどね えっとですね、例えばどの人が参考になるかな、うんまあ、ちょっとす,すぐにはあのパッと思いつかないんですけど、あ例えばこの、ね、16ページの方ね、ねちょっと写真はあのなんだ肖像権の関わりがあるんで、ちょっと写真は控えておきますけどね、この15 16ページの方も書いてあるように、この人がレッ子を選んだ理由をちょっと見てみますと。 えーまあ、あのなんていうか、まあ、お子さんがいる女性の方ですね、はい、それで、えー、受験期間は極力短くにこだわっていたと、ね、そこで一発合格者を最も多く出しているうレックで、中でも宮内クラス、一発合格者が多いと、これは事実です、はい、2年連続で事実です、でレックの,あの合格者がもうダントツ多くてです、ね、それであの、まあ、その中でも一発合格者、19人中18人という実績は出ておるんですよ。 でそのうち今年も6人出しております、トップですね。で去年は9人、あの2位のクラスとだいぶ差がついて、ダ、え、ン、ー、トツ1位でしたよね。まあそんな感じです。で、あとね、一発合格者はそんな感じなんですけど、一発合格以外は先生、どんな実績ですかということなんですけど、今度は2ページ、3ページ見てください、このカラフルなやつのね、このカラフルなやつの2ページ、3ページを見ると、なんか集合写真があるでしょ。で、で上2つは関東会場、関西会場で、 まああのまあ、全員乗ってるんですけどね、ちょっと下の方を見ると、なんかちょっと小さめの,あの写真があるじゃないですか、で、宮口クラスの写真ってね、一番右の,あの上,上の方です、だから真ん中辺の、まあ、これですよねこ、このこれですね、真ん中辺の、なんかもう誰が何やら分からんでしょ、これ何を物語ってるかわかる、うんあの、それだけ宮口クラス合格者が置いておくと物語ってるんですよ、この写真が。もうちっちゃくて、もう俺の顔も分からんよね。うん まあそれだけあのこの感覚でちょっと味わってほしいんですよ、あのどんだけ合格者が出てるかと、ね、これ各クラスごとに、ね、やってるからね、うんまあ、そ,れそれをこう皆さん分かってほしい、ねうんまあ、あのあの例えばさ、1年目、レックだったけど2年目、なんか独学でやってるとか、他の予備校行ったとか、もうデータが取れないんですよ、ね、確実なのは一発合格者と、だからこういう写真でね、感覚的に皆さんに分かってもらうしかない。 いかにうちのクラスが合格者出てるかという、ね、もうこれだけでなその会場の祝賀会の全員が集まったぐらいの、ね、人数が集まってるでしょそんな感じなんです。ねはい、ということで、まあ、とにかく宮口クラスで集中的にみんなと一緒に勉強してればあの合格者合格一発合格夢ではない、ね、77歳の方も、ねえー、うちのクラスから受かってますから老若男女差別しません、ね、受かりたいという気持ちがあればあの あのー、皆さんを、ね、全面的にバックアップしてみます、ね。じゃあ、あのちょっと、ね、女性の方も多いね、よし、じゃあちょっと女性の方代表してね、ちょっと質問ありますか、どうぞ、一<応>はいち早,、ね、早く合格したわけだね、うん、それで、4月までどうすればいいかと,いいかと、ええ、ちょっと斜め右後ろ見てくれ、うん、先取りウェブ事項、これです、だから今日申し込めば今日からできますよ。 ね、そして分からんことあれば私ねここかあの4階上の事務所におりますんでね大概もどっちかにおるんですわ、ね、あの家にはほとんどいませんここか4階上にいます <laughs> だから何かあったらあの質問に来ればいいし、ね、電話1本であの降りてきますから俺あああのもう早速始めましょうよでもあの、ね、ポスターにあるように二十歳で一発合格も出てますから今年ねであの何年か前に中卒で一発合格も出てますから。 あのなんかね、有名ですよ、もうね、ユーチューバーとかにもなってますけどね、その方ね、<laughs> えー、すごい方いるんですよ、はいであの、いずれ知ることになると思いますけどね、はい、わ、まあ、かりました、そんな感じで、先取りウェブ事項、そして、もう分からんことはもうすぐ俺に質問する、ね、エルターに電話してもらっても構いません、ね、じゃあちょっとね、そうやな、あの代表としてですね、じゃあちょっとこの列だと、じゃあ上、後ろから2番目の方、代表的に、ああ、あなたです。 ちょっと質問どうぞ、もう適当にランダムに。はい、ちょっといきなり当たられて心の準備がなかった感じですね。あじゃあ、一番前の女性の方はどうですか、ええ、あ文系出身あいい、いい質問ですね、文系の方からも質問を、ね、受けたいですね。法学部でもない、文学部とか外国、いいじゃないですか、外国は今、必要ですよ。ええ いやむしろあの外国を強いて超、超あ,あれですよあの、この業界では超法ですよ。ね、あのさっきほらあの、ね、写真見せたけど、ね、ここの4階上の竜科先生なんてのは非常に語学重視の先生です。だから、あのト,トイックとかね、あの例えばまあ900ぐらいあるとしましょう、そしたらもう無条件で採用しますよ。<laughs> ね、実務経験ゼロでも、ええまあ。とにかくね、今ね、あの日本の特許制限は、まあ、 まあ正直言うとそんなに伸びてないですよ、そんなにね、件数が。でも、外国からの出願、外国への出願が、すごい伸びてきてるんです。だから皆さんね、弁理士試験に受かるのはまあ必要条件だとしてね、今後、自分であの自己研鑽でね、まあ、その辺今日ょうはあの特別ゲストにあの宮口クラスに縁の深いね合格者、しかもあのこの合格体験機の鳥を務めておりますね、あの和田先生が来ておりますんで。 あの彼も今、実務で英語の重要性、身に染みてると思いますから、その辺聞いてくださいよ。ね、大丈夫ですよ、商標の分野もね、英語しそだから、文系の方、大体、商標をやるんだけどね、ええ、全然それはあの、活躍の場は十分にあります、はい。そしたらですね、ちょっと時間がなくてすみません、じゃあ、今度のこ、こちらの列の一番前の方ね、なんかエグザイルのような雰囲気の方、どうぞ、はい。え,とあええ。ええ ああ自営業少ないもしかしかて自営業 <laughs> 自営営業業は、ね、そもそもあの少ないというのはどうしがかというと、ね、あのその自営業の方って、ねまあ、あの例えば、ね、自分の,その業界が、まあ、特許とあんまり関わりのない方が多いんですよ、一般的に。ね、で,でもそんな中、まあ、なんか特許に関係のあることをやってて便利しとろうかなと思ったんでしょうか、うん、そういう方々があんまり多くないというだけです。 うん、その,あの有利とは不利とかそういうことではなくて、ええ、でも実際にあの社長であの弁理士の目指す方宮口クラスね結構いますよ、ええ、申し訳れだったら紹介しますけどもう私が社長ってあだ名をつけてる人が、ね、3人ぐらいんですよ社長1号はい社長2号社長3号ってあだ名つけてますからじゃあ4号で <laughs> 社長4号でいきましょうあだ名あこれも言っておいた宮口クラスねあだ名をつけるんですよであだ名が嫌な人は言ってください ね、気に食わない人はね、社長4号気に食わなければ言ってよ、あの一人エグザイル気に食わなかったら言ってよ、ね、もうこういうふうに即興であだ名つけていきますから、<laughs> ねえー、そんな感じですわ、えあのちょっとね、すみませんね、時間がちょっともういろいろしゃべりまくりたくて、もううずうずしてるんですけど、時間との兼ね合いで、じゃあね、よし、これだけは質問しておきたいという人いれば、いいよ、ウェルカムだ、どうぞ、あ皆さんの方から、えおいいですよ、はい。はい えい、生、まあ、い、はい、前半だけ聞いて、うん、後半はなんか通信あそれはあのあの前半、前半っていうのはあれ、午前は俺の授業出て、午後帰るみたいな、あいいですよ、全然、はい、ハイブリッドね、全然いいですよ。はい、えっていうかねあの、皆さん勘違いしないように言っとくけど、通学で申し込めば、通信もついてきますから、うん、全然自由、ね、例えば俺からあだ名つけられて嫌だなと思ってる人はね、もう午後から帰って引っ込んでいいじゃないですか。 ね、高のまあもちろん通信で申し込んでもいいんですよあの通信でもあの受,か、えー、と受けて受かってる人も一発合格いますから、うん、ただどちらかというと通学の方がね実績はあの出てますけどね。ね通信であの一発合格の方も 出てますから、ねえーまあ、だからららねだ心配はなさらずにただあの質問の場という意味で考えると通学に来てもらったほうがいいしあの受験仲間ね宮内クラてねもうあれなんですよ皆さん信じられないけど相当すごいネットワークを持ってましてね例えばどういう時にメリットを発揮するかというと受かってからですね研修があるんですよ司法修習みたいにそこであの仲間が大勢いるからねだってほらさっきの写真見れば分かるようにこんなに大勢の仲間がいるわけですよ。だかから課題とかも 仲間で取り組めるこれ仲間がいないと大変ですよ一人で黙々と分からんなと思いながら実務経験ゼロの人厳しいよねところがもう宮内わ製こんなに仲間いますからもうその道のエキスパートはこの分野だったらこの人みたいなのは絶対いますからもうその人に聞けみたいな、ね、そういうメリットがありますどうですかはいそんなんじゃ全然気にしなくていいですよはいじゃああと他にどうでしょうねあと23分ありますはい うん、あ合格する人の共通点をえ行動パターン、いい質問だね、もうね、私はこのほら、ちょっと通信の人、ごめんなさいね、通信の人、これ、生で来てる人だけにしか配ってないんですけど、書いてます、その1、一発合格する人はもう絶対にこれ、共通点え、何をするにしてもこれがあります、これも政治家にも必要だね。 安倍,安倍総理というか自民党も今までうまくいっているのは多分これだと思いますよ、ね、ちょっと一つ前の政党はね、ちょっとこの辺がああみたいなね、えー、だからどうだったのかなみたいな、やっぱあの別にあの安倍首相をこうね、ていするとかね、そういうことではなくて、まあ、客観的にやっぱり決断力ありますよね、政治家に求められる、これはもう受験でもそう、決断力のある人はね、もう何事もうまくいきます、失敗してもうまくいく、なぜか失敗しても次の決断ができるから。 これですまずその1、ねはい、じゃあその2いきましょうかあの、合格者に共通するあの共通点、その2ね、あの柔軟性、柔軟性があること、ね、ちょっとどこかメモしておくとよ、柔軟性、それは、ね、どうしようというとあの、今までね、例えば皆さんの成功体験というのがあると思うんですよ、例えば受験でね。 まあそれこそ東大に受かったとかねあると思うんですよでもねまあ確かのたまたまですね最年少と最年長の人ね東大出身なんですけど東大出身だから有利かというとそうでもないんですよね自分のこれまでの成功体験が逆にあだとなる危険性もありますねだから柔軟に私我々のアドバイスを柔軟に聞いてください聞き入れてくださいねはいであの3つ目ですけどね3つ目はやはりですね あのコミュニケーションを取る努力をするこれです。というのはあのやっぱり便利してね皆さんが将来成功するかしないかというのはそのいろんな人との関わり私もほら鮫島先生とは龍川先生とはいろんなこう出会いがあってねそのあるというように、うん、やっぱりねこの1人であのどんなに1人でどんなに能力あっても限界があるんですよ。だから コミュニケーションいろんな人とやっぱりねどんな分野の人ともこう関わりを持って自分にその糧としていくっていうそういう努力ですね、はい、まとめると決断力柔軟性コミュニケーション能力というかコミュニケーションをとる努力これを取っていきましょうそのためにも私はできれば通学の方をお勧めしたいねあの宮内クラスイベントも多いですからねまあそういうことであちょうど13時になってしまいましたのでねあの皆さんあのこれから個別に あのスタッフが皆さんに対応してまいりますんでね、あのあは実際に今年去年の合格者も来ておりますし、実務の,あのアドバイスができるねあの先生も来ております、一番後ろに和田先生ですね、まだ先生ではないですけどね、研修中だから、山中先生ね、もう実務の会の重鎮です、もう東大の博士課程まで出て、もうあの原子力の専門家です、そういう実務の相談とかもできますんでね、は。い あと社員もスタッフ大勢おりますんでえ、じゃあ皆さんね、今日あの皆さんにとって、人生におけるターニングポイント、いい意味での、になることを祈願いたしまして、私のこの本日のガイダンスを終わりたいと思います。それでは皆さんどううもごご清聴ありがとうございましたどうも